桜井荘園は、日本の政治家、元福島県南相馬市長、元南相馬市議会議員、元原町市議会議員、福島県原町生まれ、岩手大学農学部卒業。大学卒業後は地元に戻り、稲作や落農を手掛けた。2003年3月4日、原町市議会議員選挙に出馬し、初当選を果たした。2006年1月1日、 原町市、相馬郡小高町、鹿島町が合併。南相馬市が誕生し、そのまま南相馬市議会議員となる。同年11月12日の南相馬市議会議員選挙において第1位で再選。2010年1月10日、南相馬市議を辞職。1月17日投開票の南相馬市長選挙に、無所属で出馬し、親戚であり、 現職の渡辺一世、南相馬市長を僅差で下して当選した。同年1月29日に初当庁。なお当選により、市長選に出馬する際に収めた、供託金が返還されたが、供託金の差し押さえを受けた。南相馬市経済復興懇談会と名打つ、会合で、竹中工務店の常務執行役員、竹中土木の福島営業所長。 大成建設の執行役員、前田建設工業の総合企画部長、安藤建設の社長等との縁を東京の椿山荘で開催している。南相馬市は生活圏の除染を竹中公務店を中核とする民間事業体に約400億円で一括発注。さらに2012年は農地除染についても竹中 JV に随意契約で一括発注した。なぜ 竹中ばかり。しかも随計なのか、桜井市長が竹中一本に決めてしまったと地元議員から批判されている。2011年3月11日に発生した東日本大震災で南相馬市も被災し、南相馬市長である桜井はその対応に追われた。被災した南相馬市の球場等を 国内テレビ番組や YouTube にて積極的に訴え、米国タイムから2011年版の世界で最も影響力のある100人に選ばれた。震災後は早くから脱原発の方針を表明。原発建設の見返りに政府から交付される原発施設等周辺地域交付金の受け取りを辞退する等原発に依存しない街づくりを目指しており、 脱原発を目指す主張会議の世話人を務めている。2013年政府は南相馬市を避難指示解除準備区域に指定する方針を決定。しかし南相馬市民からは住民に何の相談がもないまま避難指示解除準備区域に区分けされたことには納得していない。帰還できるとみなすタイミングは何を基準に判断するのか 前回のように、市長が先走って住民に、何の相談もなく、避難区域の変更を受け入れてしまうことだけはやめて、ほしい、賞賛の不明確な除染に頼るやり方で本当に、いいのか。それよりも、別の場所での再起を決断した人を含めて、住民の生活再建を第一に考えてほしい、と、反対の声も上がり、2月2日に、 南相馬市内で行われた住民との懇談会においても多くの住民から南相馬市の対応について疑問や批判的な意見が続出した。同年12月4日、南相馬市議会は2012年度一般会計決算を除染の遅れにより多額の未執行が生じたことなどを理由に 不認定とした2014年1月19日投開票の南相馬市長選挙に再生可能エネルギー推進や東京電力への損害賠償請求部署の新設等を公約に掲げ再選を目指して出馬。前市長の渡辺一世、前南相馬市議会議長の横山元坂へのに候補を破り再選。2014年東京都知事選挙では 即時原発ゼロを掲げる細川森弘元首相への支持を表明し、2014年2月2日には、細川の応援に駆けつけ、細川への支持を訴えたが、細川は、舛添陽一、宇都宮賢治の後陣を廃止、得票数3位で落選した。2017年10月2日、人気満了に伴う市長選に参戦を目指し、立候補すると表明。 翌2018年1月の市長選に立候補。民進党系共産党の市議や立憲民主党の支援を受けるも落選した。ありがとうございます。